お帰りなさい。いきなりソン君にそっくりなやつと戦って混乱したでしょ。今ああいうクローンが世界中にうじゃうじゃいるのよ。またいつ襲ってくるかもわからないし、ソン君の中にいるあんたも頑張ってよね。そうそう、ソン君にとってもあんたにとっても朗報があるの。例の謎の波動が解析できたから、それを中和できるよう飛行機を改造したわ。これで波動の影響で閉じ込められたソン君の意識が表に出てこられるはず。簡単に言えば、いつものソン君に戻るってことね。それじゃ早速起動してみるわね。えい。出てこれるようになったぞ。やったわ、成功ね。でもダメだ、体が重てぇし全然力が入らねえ。やっぱ全然力が出ねえ。この状態じゃ戦うのは無理みてぇだ。中和装置はまだ完璧じゃないから、力までは取り戻せないみたいね。よくわかんねえけどよ、この状況ってドラゴンボールで解決できねえんか。それができるならこんなに慌ててないわ。ドラゴンボールは今は石になってるでしょ。あ、そっか、すっかり忘れてたぞ。ああ忘れてたって、ソン君らしいわね。それじゃあソン君の体の中にいる誰かさん、とにかく今の状況だとあんたにはソン君が本来の力を取り戻すまで戦ってもらわないといけないわね。よし、それじゃあ16号を捜索しつつみんなを助けに行くわよ。お、だいぶ弱ってっけんど誰かの木を見つけたぞ。この木はクリリンだ。早速助けに行くぞ。
あいつクローンか？やべ、クリルを狙ってる。早く助けねえと。やべえときはいつもクリリンから全然もらってんだろ。
俺はクリリン、よく聞いてね。今いろいろと大変なことになってるの。というわけなのよ。そんなことがあったんですか。あの16号が生きてるなんて嬉しいけど、俺たちの敵っていうのが。よし、他のみんなも助けてやりたいし、16号の真意も知りたい。俺も一緒に戦うぜな、悟空。ああ、もちろんだ。ちょっと待った、今のあんたたちはろくに力も出せないでしょ。あっちゃー、すっかり忘れてたな。修行すりゃ少しはマシになりそうだけど、ほらも一人じゃまともに叩けねえし。え、それじゃあ俺は戦えないってことなんですか。思いつく方法はあるけど、孫くんの中にいる人の協力がいるのよね。というわけで、あんた孫くんからクリリンに移動することはできない。悟空の中にいるやつが俺にリンクするってことですか。いいから、二人とも試しに目を閉じてみて。さあ、そしてリンクしているあんた、クリリンの中に移動して。ん？オラの中からいなくなっちまったぞ。うわっ！俺の中に知らないやつが。やった、リンクする相手が変わったわ。これでみんな戦うことができるわね。なあ、じゃあクリリンが戦ってる間、オラ何にもできねえっちゅうことか。リンクできる人は一人だもの、当然そうなるわね。でも仲間が増えるのよ。孫くんの負担だって減るじゃない。確かに悟空だけに頼りっぱなしってわけにいかないもんな。戦っていたわけじゃねえし、自分で戦えるようになるまで精神修行っちゅうやつもすりゃいいしな。あんたらしい考え方だわ。とにかくそういうことだから、3人ともこれからもよろしくね。